はい、皆さんこんにちは。シュン TP チャンネルのトランペット奏者佐々木シュンです。今回は本番の過ごし方、前日のあたりからちょっとお話ししたいと思うんですけども、本番の過ごし方をですね、演奏会当日、コンクール当日の気持ちの使い方などをちょっと説明していきたいと思います。はい、では本編入っていきたいと思いますけれども、まずはですね、本番の前のことを簡単にちょっとお話ししたいと思うんですけれども、本番緊張しますよね。緊張するのはなぜかっていうことなんですけれども、本番緊張するのは、まあ、大半はその演奏もしくは当日を迎えるっていうことに対しての不安から来るんですよね。で、じゃあその不安どうやったら取り除けるかっていうと、やっぱり普段の練習になってくるんですよね。やっぱその普段の練習がうまくいってる、もしくは少し自分にこう自信がついてくると、本番早くお客さんに聞いてほしい、早くいろんな人に聞かせたいっていうプラスのモチベーションになっていく。それがいい緊張感に変わっていくといいんですよね。もうなんかこう息が入らないとか、息が吸えないとか、そういう不安になっていくような緊張感ではなくて、なんていうんですかね、心がこう高まっていく、高揚していくようないい緊張感に変わっていくといいなと思っております。じゃあ、あと他注意点ですよね。まずはね、トランペットに関しては唇とかね、歯とか舌とか口の中とか、そのあたりに怪我をしないこと、これすごく大事なポイントなんですけれども、例えばね、熱い味噌汁とかね、熱いコーヒーとかね、あとね、最近気をつけた方がいいなと思ったのはね、ピザよ、あれ大変よ。ピザここがね、やけどするから、前日とかね、全然このあたりはね、ピザは食べない方がいいですよ。あと鉄板焼きとかね、そのあたりはこうちょっと、とにかく熱いものは気をつけましょう。もう一つはね、辛いものだね。辛いものはちょっとこう口の中がこう腫れちゃったり、唇が腫れちゃったりしてしまうので、あまり辛いもの、辛すぎるもの、辛いの好きな人は前日はちょっとね、我慢してもらって、熱いのと辛いのだけはちょっと注意した方がいいかなと思います。あとはね、前日の夜によく寝ることだね。寝不足は次の日のパフォーマンスに影響しますから、前日はよく寝てください。いつも通りでいいと思うんだけども、いつも例えば睡眠時間がちょっと足りてないなと思う人に関しては、少し長めに6時間とかね、8時間とか、10時間寝てる人は10時間でちゃんと寝てもらってね、それぐらいちゃんとしっかり睡眠をとって、次の日の心の準備、体の準備をしっかりとする、このあたりをやっぱりね、体的には注意してほしいなと思います。あとは当日のお話をしたいと思います。当日は本番前に限らず、体を少し動かすといいかもしれないですね。体操して、この血の巡りを良くするというか、体がこうやってこわばっちゃうから、このこわばってるのを少しこう、リラックスして、体操とかしてね、朝早起きするのもいいと思いますし、ラジオ体操ね、音源ポチッと押してね、じゃーん、じゃーん、じゃらっちゃっちゃっちゃって、体操するのも全然 OK だと思いますし、自分なりのその呼吸法だったりとかね、体操があるのであれば、ぜひそれもやっていただきたいなと思いますし、特段変わったことをしないっていうことですね。いつも通りこう着々とこう進んできたいつものペースを崩さないで、本番だから何をしようとかね、そういう変な気持ちの使い方っていうのはしないようにしてほしいなと思うのと、あと僕注意してること、これはね、栄養ドリンクを飲みすぎないことだね。頑張んなきゃと思うとね、栄養ドリンクガバガバなんで、なんちゃらブルーとかモンスターとかね、そういうのとかを飲みすぎないことです。根本的にそれ飲みすぎちゃダメよ。飲みすぎるものじゃないから、頑張ろうって言って気合い入れて飲むのはいいんだけど、やっぱこうなんかね、普段と違うことが起こっちゃうのは僕はすごく怖い。だからほとんど飲まないですね。ドキドキが止まらなくなっちゃうと困るから。そういうのはちょっと僕は避けてる。で、飲まないとできない。まあ、ルーティーンになってる人もいるから、これに関してはね。ルーティーンになってる人はぜひ、いつも通りやってほしいなと思いますし、普段やらないことはしない方がいいかなと思います。それくらいだよね。あとはやっぱり一番最初に言った通り、普段の練習がしっかりとしてれば、本番の気持ちの使い方は慣れることだと思うんですよね。いくつか本番を繰り返していけば、あ、このタイミングで自分緊張するんだなとか、ドキドキ緊張たくさんしちゃった、じゃあちょっとこういつもより深呼吸をたくさんやってみようとかね、例えば
深呼吸一回もうちょっとやってみようとか、もうちょっと体動かしてみようとか、回数を重ねるごとにこう自分のステップアップが見えてくる、ステップアップしていくっていうふうに、やっぱりこう数を重ねないとわからないこともありますから、できるだけその人前で吹く機会だったりとか演奏会だったりとかコンクールとかで出る機会があるんだったら、ぜひどん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 チャレンジして、この自分の演奏のクオリティがこうやったら上がるであろうっていうチャレンジをしながら、ぜひステップアップしていっていただきたいなと思います。僕はちなみに着替えをできるだけね早くしないことをちょっと心がけてる。ピシッとしちゃうとさ、やっぱりこうスーツとかタキシードとか塩ビとかだったりすると動きにくいからね、結構体がねこわばっちゃうっていうか、こうカチッとしちゃって、なかなかね着替えちゃうと息が浅くなっちゃうので、できるだけね本番の15分前とかあと10分前とか、それぐらいまでは着替えしないようにしてます。何年か前なんてもう出番ですみたいな、5分前ですとかって言った時も、なんか楽屋の方でゲラ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 笑って、まあ私服じゃんみたいな、そういう時もあったぐらい、気をいつも通り維持できるように時間を使っています。もしこういう方法もあるよとかね、こういう時どうするんですかとかっていうのがあれば、コメント欄の方にぜひコメント寄せていただきたいなと思いますし、あ、一つ忘れてた、ウォーミングアップだね。これもね変わったことしない、これ質問であったんですけどね、いつも通りです。本当にいつも通り。当日だから、いつもよりたくさんやろうとかね、いつもより吹かないようにしようとかじゃなくて、いつも通りウォーミングアップをして、もちろん、本番が一番いい、このね、ラインに来るように、トップに来るようにウォーミングアップをしていくんだけれども、特段変わったことがしないっていうことをぜひ、心がけて覚えておいてください。ということで、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それじゃあまた。